少し前にね元ホーム台来たんですけど、また来ました。今日は店長さんいるのか、いたらちょっと話をね聞こうかなと思います。太鼓やってんのかな、誰か。やってないね、相変わらず。しっかり営業はしてるんだよな。前はカード使えなかったけど使えるか。お、カード使えてる。ほら、お久しぶりです。ゲーセンってコロナで売り上げとか大丈夫なんですか？ダメですか？危ないよ、変な、危ないよ。危ないですか？どこもそうじゃない。あ、まあ、そうですよね。重かったの最高ぐらい、最高層のワンマンぐらい。今度ここで売り上げとかあれだったらオフ会とか開きたいなと思ったんですけど、従業員も今いないんだよ。これ一人だ。今一人体制、何もできない。ここの売り上げってボーリング場とかいろいろ別なんですか？個人個人なんですか？やっぱ会社違うんだよ、会社が別なんです。ああ、そうなんですね。だから本当はここは社長に言われてるのはオリンピックまでって言ってた。オリンピック伸びちゃったけど。じゃあ結構やばいんですか？やばいよ。年内はやるだろうけど、売り上げが戻ればね。売り上げまず戻さなきゃダメだから。お世話になったんで、なんか協力できないかなと。どこ行ってた？いや、もういろんなとこ行ってましたね。旅してました。旅してたの。ゲームセンター行ってもダメですよね。閉店もしてるし、ここはもう売り上げはもう激減で半分以下だ。目的には人が少なくて良かったんですけど、こうなるとまた違いますね。あっちは行ったのシルクハットとか。あそこは撮影ができなくて。撮影できないんだよ。あとはなんか UO キャッチャーの反射で画面見えないんですよ。で、自分があそこはなんかダメって、みんな行かなくなって、あそこやってる人も全然いないですよ。俺ももう本当はここへ来た時もう5年になるんだけど、俺定年したのね、向こう。定年してここで働いてんだけど。この台覚醒したの。